ポール・セルジエ、タリスマン・ナビハは19世紀末のパリで活動した前衛的な芸術家の集団。ナビはヘブライ語で予言者を意味する。ナビハの誕生のきっかけとなったのは1888年、パリのアカデミー・ジュリアンの学生館を務めていた画家、ポール・セルジエがブルターニュを訪れた時、ポール・ゴーギャンから指導を受けたことである。ゴーギャンは若いセルジエと 森の斜線に赴いた際、あの木は一体何色に見えるかね多少赤みがかって見えるよろしい。それなら、画面には、真っ赤な色を置きたまえ。それからその影はどちらかといえば青みがかっているね。それでは、君のパレットの中の最も美しい青を画面に、置きたまえ。と助言したという。アカデミーで正確な外界表現を教えられていた、セリュジエにとっては、 ゴーギャンの特大胆な色彩の使用は衝撃であった。セルジエはその日の夜行電車でパリに戻り、アカデミー・ジュリアンの仲間であるピエール・ボナール、エルアル・ビュイヤール、モーリス・ドニ、ポール・ランソンにゴーギャンの教えを伝え、共鳴した彼らによってナビ派のグループが形成された。その後、アカデミー・ジュリアンの外からも、ゴーギャンの友人アリスティド・マイ・ヨール、オランダ出身のヤンベルカーで、 スイス出身のフェリックス・バロットンといった若者がグループに加わった。彼らは土曜日ごとにランソンの家に集まって芸術を論じたり互いの作品の批評をしたりした。自分たちだけで通用する独特の用語を使ったり制服や式たりを考案したりして結束を高めながら絵画だけでなく彫刻、工芸、舞台芸術などの広い分野で活躍した。 文芸雑誌、ラルビュー、ブランシュのために、ポスター、挿絵を制作したり、画商アンブロワーズ・ボラールの勧めで豪華本のための挿絵を描いたりした。ナビ派の芸術館は、自然の光を画面上に捉えようとした印象派に反対し、画面それ自体の秩序を追求するものであった。グループの中でも理論家として知られるモーリス・ドニは、次のように述べている。絵画作品とは、 ラフとか、戦場の馬とか、その他何らかの逸話的なものである前に、本質的に、ある一定の秩序のもとに集められた色彩によって、覆われた、平坦な表面である。また、ナビハを代表する画家ボナールは、次のように述べている。絵画とは小さな嘘をいくつも重ねて、大きな真実を作ることである。このように、ナビハは19世紀を支配していた、写実主義を否定し、 芸術の神秘性を主張するものであった。その道筋を用意したのは、彼らが死と仰いだ、ゴーギャンのほか、オディロン・ルドン、ジョルジュ・スーラなど、ポスト印象派の画家たちであった。ドニは、1900年、画家の上に置かれたポール・セザンヌの生物画を取り囲み、ドニ自身、ビュイアール、メレリオ、ボラール、セルジエ、ランソン、ルーセル、ボナール・ラナビ派の画家たちたちがルドンと向かい合って、立っている。 セザンヌ賞という作品を描いており、セザンヌやルドニエの異形の念を表している。また、二次元の平面における線の要素を強調し、何も描かれない空白部分も意識的に利用する画面構成には、日本の浮世絵版画が影響を与えている。思想的には、グループの名称が旧約聖書の預言者から取られている通り、彼らの多くが熱心なカトリック信奉者であり、 中世の精神を受け継ぐ神秘主義的な側面を持っていた。特にセルジエは神父デジネリウスの聖釈ドロンをラテン語からフランス語に翻訳するなど造形表現よりも神の永遠の言葉としての数の神秘に関心を向けていた。ありがとうございます。